1976年、昭和51年12月12日、パキスタンのカラチナショナルスタジアムは約7万人の人々で埋め尽くされました。パキスタン軍隊の兵士が常駐する異様な雰囲気の中、アントニオ猪木とアクラム・テールワンはリングに上がります。試合直前になって決まった真剣勝負。ルールは、顔面パンチ、首を絞める行為、髪を掴むのが禁止。そして噛みつきと目の攻撃も禁止となりました。死のルール。リングに上がった猪木は不思議なほど冷静な表情をしています。アクラムの方もこの試合に圧倒的な自信を持っていました。しかし、ボロブラザーズの中で末弟のゴガだけは危機感を抱いていました。記者会見での猪木のそのバランスよくトレーニングをされた姿を見て、アクラムでは勝てないと気づき、俺がやる、と名乗りを上げたのですが、アクラムは譲りませんでした。試合は5分6ラウンドの3本勝負、6ラウンドで決着がつかない場合は、無制限ラウンド。そしてついにゴングが鳴ります。アクラムの姿は、ぽっこりお腹が出たあんこ体型で、やはりピークを過ぎているかに見えます。1ラウンド、まさに速攻でした。猪木は一瞬でアクラムの腕を取り、腕絡みから腕ひしぎ逆十字固めに移行。アクラムの腕は完全に伸びきっており、普通ならこれで決着なのですが、参ったはしません。実はアクラムは二重関節、ダブルジョイントの持ち主で、関節の可動域が通常の人より広い体質の持ち主でした。これは20人に1人くらいいるようで、猪木もダブルジョイントの持ち主、プライドで桜庭と戦ったホイラー・グレイシーもそうでした。こういう診断テストで判別できるらしいです。ぜひやってみてください。この後は様子見で、1ラウンドは終了。猪木はこの時点でアクラムの実力を見極め、勝利を確信したと言います。しかし、ここは敵地であり、何があるかわかりません。2ラウンド、猪木は簡単にアクラムのバックマウントを取り、手首の硬い部分でアクラムの顔をフェイスロックで締め上げます。素晴らしいバランスでアクラムの体をコントロール。そして、アクラムの鼻の下、人中と呼ばれる急所を手首の骨で攻め続けます。想像するだけで痛いです。この技はカール・ゴッチ直伝、猪木の言うところの直伝。ゴッチ直伝の話ですけどね。のプロレスの裏技でした。徐々に奪われるアクラムのスタミナ。ここで、ついに猪木がキラーに変貌します。左手で隠して見えないようにして、右手の人差し指と中指をアクラムの目に突っ込んだのです。しかも猪木はカメラの位置まで計算して、すべてにおいて死角になる状況で目をえぐったのです。あまりの痛みにアクラムは猪木の左腕に噛みつきます。これについては、猪木が先に目に指を入れたのか、アクラムが先に噛みついたのか、謎でしたが、スポニチのコラムで、猪木は、俺は相手の戦意を喪失させるために、グラウンドでテールワンの目に指を入れた。プロレスの裏技だ。しかし、テールワンは逆に俺の腕に噛みついてきた。という証言をしています。2ラウンド終了。アクラムサイドは猪木の反則を猛烈に抗議。猪木側も噛まれた左腕をアピール。リングは騒然となります。結局この抗議は受け入れられず、3ラウンドのゴング。アクラムに戦う気力はもう残っていなかったかもしれません。猪木はブリッジをしながら、アクラムの左腕を掴んで、腕絡みに。完全に極まった状態ですが、アクラムは決してギブアップしません。これ以上力をかけると腕が折れてしまう。猪木はレフェリーに、アスクヒム、アスクヒム、と叫びました。そして次の瞬間。嫌な音が響き渡り、アクラムの左腕は脱臼、靭帯も損傷していました。レフェリーがストップをかけた直後、猪木は、でもね、
おったぞ。と叫びます。セコンドについていた藤原と小沢も大喜び。観客はこの結果に興奮しますが、それよりも地元の英雄アクラムが完璧に敗れ去ったことがショックでした。一部の興奮した観客がレフェリーの脇腹をナイフでえぐるということがあったのですが、幸いこれは軽傷。猪木たちに危害が加えられることはありませんでした。翌日のパキスタンの新聞で、アクラムは目に指を入れられた、とインタビューに答えましたが、その他、多くの記事は真剣に戦って勝った猪木を称える論調でした。しかし、この契約は2試合、ボロブラザーズは次の対戦者に末弟の五賀を指名しましたが、猪木はこの挑戦を受けることはありませんでした。代わりに、3WF、今の WWE にボロブラザーズを紹介するという条件で、この契約は果たされます。3年後に猪木は再びパキスタンに渡り、アクラムの甥、ズベール・テールワンと戦いますが、これはプロレスルール。結果は引き分け。この試合は当時全く報道されることもなく、新日本プロレス自体が発表もしておらず、秘密裏に行われました。近年、このズベール戦の試合の映像が発見されました。その後のボロブラザーズは、パキスタンの情勢悪化により、政府からの支援もなくなり、そもそもパキスタンでのプロレス自体が衰退していきます。言い伝えられた話ではアクラムは、この後失明。そしてショックで自殺した、というものでしたが、実際には1987年に糖尿病で亡くなっています。この頃の猪木は純粋にプロレスへの野心に満ち溢れており、レスラーとしても完成され、圧倒的な色気を放っていました。嫁がトップの女優さんなのもわかります。それでいながら、何としても負けられない思いがあったのでしょうが、完全な敵地で相手の目に指を入れ、腕を折ってしまう。とてつもない狂気を感じます。キラー猪木という呼び名に遜色はないです。しかし、一番恐ろしいと感じてしまったのは、この試合後のインタビューでした。ここではもう大変な英雄なんですね。まあ、それだけに今日の結果っていうのはもうこの国民に対してはショックなんでしょうけどね。まあ、普通ならあそこまでやらなくてもよかったと思うんですけど、もう相手も必死だし、もう腕がガクガクガクって、もうそれでも参ったしないんです。で、二段打ちでもう締め込んだからね、もうこれはおそらく治らないでしょう。治らないでしょう。治らないでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録といいねを押していただけたら励みになります。